らの罪は死という罰によってのみ償われる。罪人はもがき苦しみ、絶望と後悔の中で死んでいく。たまにできる唯一の食材。立て！これしきのことでは償え。貴様の罪は立て抜刀斎。もう限界か。どうした？ならば自害しろ。その逆刃刀とかいう偽善の刃を己に向け、そして死ぬ。貴様、数え切れぬ人の命を殺めておきながら自分が死ぬのはそんなに恐ろしいか！死は何度も考えた。しかしそれで罪が償えるとはどうしても思えなかった。ほざくれ。この罪をどうしたら償えるのか。今の別れだ。だが今は仲間のためにも、お前の望んだ平和な世のためにも。エニシ、お前を止めねばならぬ。まなんかに姉さんが。私は間違っていない。拙者への怨嗟の念も間違っていない。絶対に間違っているんだ。だがお前の今のその生き方だけは、これで終わりにしてくれ。すまなかった。